新穴村は、1955年まで、愛媛県西和郡にあった村である。現在の八幡浜市の南西部、和海に面した農村であった。昭和の合併で、八幡浜市の一部となり、現在に至っている。現在の八幡浜市の南西部、和海に面した沿岸地域、大島、地、大島などの島を含む。西は、和海に面しているが、北は、 川上村に、東は総岩村に、南は三上町に接している。集落は大きく、新矢城、穴井、大島の三つ。大島は離島。マージ城と穴井の背後の山々は300メートル未満であり、急春ではなく柑橘類栽培に適している。半世紀明治以降新、穴村成立後新穴村の系譜。町村静止工事、穴井。 マージロシン、穴村、大島、ヤワタハマ幡浜市、ヤワタハマ A、昭和10年2月11日ヤワタハマ条村、合併、市政、神山村神山町 B、絶田村、ヒ土村、川上村、総岩村、大和泉及び、吹きの川の一部、三上町へ、境界変更。 A 章は5年1月1日、B 章は3年7月1日調整施行。八幡浜町他の合併前の系譜、及び平成の合併の系譜については、それぞれの記事を参照のこと。明治の合併前の裏である、穴井、新安代、大島がそのまま大あざとなった。鉄道は通っていない。海岸線に沿った道路が、当時も現在も八幡浜市街と結ぶ。 交通ルートである、マーナの座敷ビナ、ありがとうございます。